はいどうも、皆さん、こんばんは、モッティです。さあ、やっていきましょう。今日が最終回か、次回が最終回か、ラスト一面、なんか動いてる。出てこいたことないです。つぼし、富士壺スポーツクラブ。さあ、富士壺ですか。いきます。なんか二人いるし、なんか数多いし、みんな頭に何か生やしてるし、みたいな、そんな感じ。いきますか。まあ、とりあえずヒーローシューターレベル3で。まあ、ヒーローシューターだったらいけんだろ、みたいな。なんかいた。大丈夫？これは、富士壺なんで、しっかり、まあ、隅々を見ていきながら、結構細かいところもありますからね。なるほど。そこちょっと取ります。あ、え？おん？おん？おん？どうやっていくん？残念。あ、これ？あ、取れる。はい。これでいいっすか。2個目。今のところ、特に。何？来るの？来て？来るなら来てほしい。逆に。逆に来てほしいんだけど。リスキルー。沼ジャンは買っていきますよ。タコゾネスだろうが何だろうが。ここ今のところとりあえず何もない。何もなさそうですね。はい。したら、またなんか来た。どこー？どこー？どこー？とりあえずさ、どっから入るのが一番セオリーかなっていうのすごい考えてるんですよね。こっから行きましょうか。おっとわー、いけない。じゃ、とりあえずマルチミサイル撃っとくだけ撃っといて。あ、なんかスプリンクラーある。マジか。スプリンクラーあるんだけど。ほ？はい、ゲット？どこ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 。どこどこどこ。ちょっとあんまり真ん中には痛くないかなっていう気はするんだが、これとりあえず壊しといて、なんだそれ。なんだそれ。なんだそれ。二人いる。二人いる。二人いる。多分二人で、やめろー、死にたくない、死にたくないみたいな感じだったんだろうね。てか、いいですよね、レベル3、これ。ヒーローシューター。やばい、強い。強い、強い、強い。めっちゃさ、射速も速いしさ、もうなんかすげえ強いんですよね、どこ行っても。なんか、RTA やるならこれに尽きるぜって感じですね。終わって、なんもないかな。なんか全然簡単そうじゃない？あ、いいえ。こんなんで、私に勝てるとでも、大思い出みたいな？何？いくら？ローラ来ない？ローラ来ない。とりあえず全部の箱はしっかり壊す。あ、まあ、四つ目。なんかいた。なんかいた。この速度で倒せるの強いですよね。さあ、どっちから行こうかな。とりあえずこれ割る？とりあえず割って、なんか出てきて、なんか割って、とりあえず倒して、とりあえずピロピロやって、上登って、あ、煮干しゲット。なんかいる？うわ、なんかすごい！やばい、やばい、それ、それ強い、それ強い。それダブルで来るな、強い。あ、チケッツ、チケッツ、チケッツ、取れないっつ。取れないっつ。どこだ、マルチ。うわ、なんかいた！ちょ、ボム見えんかった、今。はい。しっかり倒して、これゲットして、あ、ごめんなさい。裏から来ちゃいました。すいません。純度じゃなくて。申し訳ない。んで、ピロピロ。ここピロピロがあって、アーマーゲットして、ん？こっちか。普通にこうやって上がってけってか。なんかいるわ、と。え、全然いないんだけど。おーい、タコちゃーん。タコちゃーん。タコちゃん出ておいで。タコちゃーん。タコちゃんいない。タコちゃんいない。もう積んでた。はい。で、あー、まあ、あれ？タコちゃん、あ、やったった。これそう、うちが、嘘。おやおやおや、ミステリーファイル。うわー、落とされた！マジか。あ、もう一回、登り直し？さあ、ミステリーファイルがないやつ。ミステリーファイルが、どこにか、どこに行ったっていうやつですね。この辺にある、箱があるわけじゃない。さあ、探せ、レッツゴー。そんな、ありきたりな部分にあったっていうか、そこ取ってなかった、マジかって感じなんだけど、逆に言うと。はい。オッケーですと。まさかあんなとこにあるとは。もう完全防備だね、このイカちゃん。よし、これでとりあえず通常面オールクリア。いいですね。傘だと結構こう大変そうですね。さあ、最後のミステリーファー。お！お、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 なんだこれは。なんだこれは。
なるほど。出てくるわけですね。そこへ行けと。いよいよ出てきましたね、ラスト。さあ、そして、おお、ジャッジよ、このカプセルが開いた先の未来。お前は一人かもしれない。その時はカプセルを再起動するのだ。おお、愛するジャッジよ、罪にまみれた私を許してほしい。え？何？それ。何それ、あ、落ちた。行きますか、ラスボスかな。ときめきボムラッシュ。タイトゴーズアウト。お。タイムゴーズバイではないですね。ネタがちょいちょい振る。よし、行くぜ。あ、なんか、あ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 の姿は、あおりちゃん、あおりちゃん、あ、あ、どうした、あ、そっち路線に行ったの。いや、お腹になんかついてる。来ないでって言ったのに。あおりちゃん、どうして、目が光ってるよ。うわー、こうなったら、かっこいい。キレがある。なんだこれ。何そのポーズ。Hey DJ! 回せ Yeah Yeah Yeah! 気分上々のっていう風な実況した人は、割と年齢高いっていうのをバレバレなんで、そういう風に皆さん見ておいてください。多分いろんな人がこんなこと言ってると思うので。はい。多分ね。さあ、来たぜ。DJ Octavio featuring Aori タコツボキング A-NEX。Hey, わさわさ、久々だね。ちょろい簡単に洗脳できた。Hey, やっちゃって、ドキメキボンブラッシュ。イェーイ、stay tuned! さあ、行きますか。どうすんの？何？あ、そのパターン？いつものパターン？前回のパターン？前回のパターン？前回と一緒のパターン？で？でって言う、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 何それ？知らない。はん？あ、ボム、あ、ちょ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 、ボムラッシュ強い。はん？え？あ、これは返せない。あ、これ返せない臭いですね。あ、これ返せない臭いんで。あ、なるほど。モーションが違うと。モーションが違うので、レベル3だと結構ちょっと余裕すぎるか、これ。あー。てか、懐かしいな。この、ときめきボムラッシュも。だってって、だってんてっちゃらで、たらたりなたらたらたらたでりぽゆ。回せ、回せらてちゃっちゃ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 でしょ。あ、おりちゃん踊ってるね、後ろで。うぅ！あ、ごめん、一個しか返せなかった。なに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 ？シャワーが来る、横に受けて。はい、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 はい。え、全然今のところ、余裕のよっちゃんなんですけど、大丈夫っすか？タコワサ、タコワサ将軍。ただったりだたらてれ、あれ、出てこない。で、レポイ、あ、なんか出てきた。なんだお前は、なんだお前は、あ、なんか飛んでった。あ、なんか死んだ。うぐぐぐぐ。あれちゃん、私だよ、思い出して。DJ! Keep on music! Music! Okay! だってだれたたん。このアレンジいいな。このアレンジさ、あれなんだけど、普通に聴きて。あ、あっ、あ、ま、あー、ま、ギリギリ、ギリギリ間に合ったけど、あいち。まあいいでしょ。んで、なに？次なに？次なに？なに、なに来る？なに来る？撃ち落とせる。たこ焼き。たこ焼きだよ。たこ焼きだよ。いやー、そう！おー、見えないところでそういうことやるなよ。ずるかよ。お、強い！おやー、なんだ？よくわかんねえぞ、俺。またボムラッシュ。うわー！ちょ、待って待って、ちょ、9番ボムラッツ。9番ボムラッツ。しかもちょっとでけえし。でけえし、微妙に。なんで？ダブル、バッ、ダブル、ダブル。あ、これ、片方しかいけないね、多分ね。間に合わないと思うわ、ダブルは。にゃ、にゃ、にゃ、にゃ。なっちゃっていったら、りったらったりだ、てれてれてれてテレフォーユー。あ、あー、ホタルちゃん来るの？マジ？マジ？来る？マジ？やったー。一緒に戦える？マジか。やったぜ。ホタルちゃんなら、ホタルちゃんでもバトルそんな、あ、チャージャー戦だよね、確かね、ホタルちゃん。あ、これは、これ無理なやつじゃない？あ、これ無理なやつよね。これ無理なやつよね。はい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 。はいはいはい。ホタルちゃん来る前に倒しちゃうんじゃないか、今日は。あー、それ両方、両方。あー、それ死ぬ。おぉ、うぅ、え、なんか全然、全然簡単なんだけど、今のところ。なになになに、タコ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 焼き、タコ焼き、タコ焼き、タコ焼き。
たこ焼きに、あんまりたこ焼き見てると、なんか来た。あった。あ、たこわさね？あ、たこわさね？もう全然緑色に緑だから全然わかんねえよ。おぉ。ついた、じっとして。ああ武器中じゃねえかよ。あ、おっと！チャージャー持ってるしかも！かっけえ。よかったね、お腹に当たんなくて。爆発しちゃうとこだったよ。結構エイム力いいんですね。特製、スミインク。今だ、アウリちゃんがピヨってる間に、DJ タコス将軍を頼んだよ。オッケー、いや、任しとけ、任しとけ。こっちのもんだわ。でも弱体化してるんじゃないの？ちょ、レベル3だからなこれ。割とあっさりいきそうですね。なんだなんだ、タコ焼き、マントマン。どっちが何なのかよくわかんない。これさ、一回タコが落ちちゃったらもうダメなの？ああ、これはダメなやつ。ドリル、ぐるぐる回ってるやつがダメね。手のひらドリルが、あ、来た、9番ボムラッシュ。9番ボムラ強い。やだ、なんか微妙に塗られちゃって嫌なんですけど、何？これやっぱさ、あ、戻った！あ、いけた。あ、いけるんだね。オリちゃんのために俺はここまで来たんだ。あ、オリちゃんを返す。あ、オリちゃんを返すんだ。二人揃って塩カラスなんだよ。わかるか？おめえにはわからないかもしれねえがな。お前や、塩カラスが、この国の、人間、住人に、どれだけ愛されてると思ってんだよ。てめえ、あ、気づかなかった。頭が酸っぱい。サミソ、聞いてる。今がチャンス。お、なんだそれ。アオリちゃん、思い出して。お、聞けば天国。歌えば極楽。あ、私、居場所、ここじゃない。来たー！そしてもう一言、ブクチ死ね。ガチョク、マジ？メイン武器来たんだけど、やった。待って、メイン武器マジ？このご時世にメイン武器マジ？マジ？ちょっと待って、いいの？俺にガチホコ持たせちゃっていいの？やばいよ。死ぬよ。何それ。ジャンプで避ける。ありがとう。避け方がわかんなかったんだ、ホタルちゃん。ありがとう。どうやって避けたらいいのか全然わからなかったんだ。そういうことだったんだね。勝ったわ。積んだな。残念だったな、タコワサよ。もう無理だぞ。もうここまで来たらな、無理だからな。ほっ。余裕かよ。ここだ。あ、もう勝ったでしょ、これ。勝っただろ。余裕だろ。あ、なんだ。塩辛節、体が、言うこと、聞かない。飛べない、俺が飛べない。俺も飛べない、インコースに。飛べない。お互いに、うんま。これは、もう慣れてしまえばこっちのもんですわな。全然余裕じゃないですか。マジで？ほっ！あ、やばい！あぶね！しょ。はい。この、歩行者の命中率。来た！あばよー！レインライト中央語から。は？え？なんてこと、どインコースね。これさ、撃っちゃダメなの。あ、撃てない。角度変えられない。今だー！ボーン！フィニッシュ？ゲーゲーそんな切ないお前くっそ弱くなったな。
どうした？なんでお前だけ弱体化された？数々のボスが、数々のステージが強化された、このヒーローモードで。お前だけこんな弱体、うおー！めちゃ。ん？おお、オーデンチナマズが戻ってきましたね。あん？あん？あん？へい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 。あん？あん？こんちゃーす。はい。で、え、ちょ、俺も騙されたわ。俺も騙されたわ。飲んだよ。え、なんですか、また。オーデンチナマズくん戻ってきたって。くんって言うんだね。マジやん、やべえ。すごい。写真撮りましょう、写真。めっちゃ撮ってるな。3枚。てれ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 、電車したぜ。電車。うん。ほんで？ほんで？なんか飽きたな。そうですね。っていうか、いつもこんな感じでしたよ。邪気を取りだ。いいです。違う、ま、なんだよ、だから。なんだよ。なんなんだよ。あ、葵ちゃんが見つかったって。こちらにいる人はすげえじゃん。よかった。私、本当に心配だったんです。マジ、ライバルやれてられなく困るからな。塩からず、二人で一つですからね。せやな。あ、じゃあ次、曲紹介じゃん。やってやって。ほんとだ、先輩。ちょうどぴったりリクエストが来ています。ペンネーム、揚げたてボーイさんからのリクエストで。今、話題沸騰中の塩カラーズで、あさってカラー。お、ということで、これにて、モッティのヒーローモード実況プレイ、終わりでございますかね。はい。いやー。ありがとうございました。まあ、こんな感じでエンディングロールはしっかりね、塗りながら。まあ、なかなかパッと見て読みにくいんで。まあ、後でゆっくり一時停止しながら見ようかななんていうふうには思ってるわけなんですけども。いやー、なんか今回レベル高かったっすね。全体的にヒーローモード。やっててすごいやりごたえがあるステージがすごい多かったなっていうのが一つと、でもやっぱり、こう、ちゃんと初心者の人にいろんな武器が使えるようにさ、やっぱこう、しっかり工夫されてるっていうか、なんか前回は本当にシューターぐらいだったと思うんで、あのアミーボ持ってなかったら、もう一通りの武器のとりあえずの使い方というかさ、立ち回り方みたいのが、すごいわかりやすくこう、ステージごとに配置されてて、いい作りだったなんで、なんかすごいそういう意味では、まあある意味2からこう始める人は、とりあえずまあレギュラーマッチ潜るのもいいですけど、ヒーローモードとりあえず全武器で全クリするっていうのは一つ手な気がしなくもないかなって思いましたね。なんかそれぐらいこう、優しいというか、初心者、まあ、ちょっとレベルが高かったですけどね。レベルだけ高かったけど、まあ、そういう意味では結構初心者仕様かなって思いますね。はい。っていうのがまず一つと、そうね。まあ、なんか割とストーリー的には、まあ、思った通りのストーリーだったっていうのはありますけど。ま、なんかこう発売前のさ、ツイッターとかでさ、なんかこう、あおりちゃんとおたるちゃんが今どうなってて、みたいな話のこう、サイドストーリーみたいなのもこうツイートされてたじゃないですか。ああいうの見ながらやっぱやってると、またそれはそれで、なんか一言、あの、楽しみも増していった感じもするし、なんかやっぱそういう意味で本当に、こう、ね、スプラトゥーン全体が結構さ、そういうところをこう盛り上げていこうみたいなのがすごい力が、ね、すごい力入れてるゲームだと思うんで、まあ、まだ始まったばっかりですけどね、スプラトゥーン2の伝説は。まだまだ、これから約2年も、3年も、もしかしたらスプラトゥーン3が発売されるまでになると、もしかしたら4年後ぐらいかもしれないですけど、まあ、どんどんね、やっていこうと思ってますんで、ぜひぜひ今後ともよろしくお願いいたしますみたいな感じですかね。はい。で、とりあえず今ちょっと裏でヒーローモード進めてて、一応ヒーローモード今回クリアすると、なんかその武器で全部の面クリアすると、何ですか、そのヒーローなんちゃらっていう武器が使えるようになるらしいんで、ちょっとまだ僕もしっかり調べてないんで、もし違ったらごめんなさいなんですけど。なので、一応シェルターを頑張って、あの、早めにクリアして、ね、そういう動画も作りたいなって思いつつ、まあ、あとは、残りの武器はそんなに、って感じですけど、まあ、シューターが割と見た目違うんで、ヒーローシューターとかも使えたらいいかな、みたいな感じかな。はい。で、あとそうっすね。ちょっとまあ、割とこう、忙しくって、結構最近、あんまりコメントとか反映できてない実況ばっか上げちゃってるかなって思うんですけど、まあ、もしなんかこう、キューバでね、こう、モッティこういう動画撮ってくれとか、こういう実況やってくれとか、こうこう、ああいうリクエストだ、なんだっていうのがあったら、ぜひね、生放送とか、あの、ツイッターとかでよろしくお願いします。はい。多分一番本人の目に通りますんで。なかなか YouTube のコメント欄まではね、ちょっと目が
通らなくて若干忙しくて、っていうか完全に裏でめちゃめちゃスプラトゥーンやってるだけなんですけど、やっぱやらないと上手くならないですからね、このゲームはね。そういう意味でひたすら練習しながら、まあ自分も上手くなりつつ、まあぜひね、この動画を見てる人たちでも楽しんでもらいつつ、まあ特にまだ任天堂スイッチね、変えてない人もいっぱいいると思いますんで、野上！あ、ポーズしてた。野上さんありがとうございます、本当にね。はい。ということで、君島社長になったんだな、いよいよ。そうだな、イバッチの名前もとうとうなくなっちゃったってことだ。はい。Thank you for playing! Thank you! 以上、モッティでした。トゥルーントゥルーントゥルーン。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。いや、台風が過ぎたと思ったら今日東京37度超え、皆さん熱中症には十分気をつけてください。エアコン入れましょう。エアコン。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。